よいしょごめん、お待たせ。よいしょごめん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 。ちょっと、服着るのにめっちゃ時間かかった。ごめんごめんごめん。待ったよ、本当に。そこは今来たとこって言ってよ。そこは今来たとこって言って。布折ってたんだよね。別に鶴じゃないから。別に反物は折ってないのよ。ごめん、ちょっと私、私服がさ、ちょっと十二人だからさ、配信用の服に着替えるのちょっと、時間かかっちゃった。ごめんね。普段の部屋着が十二人だからさ、ちょっと12枚も服脱ぐのにちょっと時間かかっちゃって。ごめんごめん、12枚も。布着てるからさ、ふーん、みやびじゃん。ふーん、キザクじゃん。寝心地悪そうって思うじゃん。って思うじゃん。めっちゃ寝心地悪い。めちゃくちゃゴワゴワするぞ、あれ。12人って20キロくらいあるけど、もしかしてムキムキ。いやー、みんなにはちょっと黙ってたんだけど、私結構気痩せするタイプなんだよね。あんまレベル12やばい。絶対打ち勝てる、タルコフにいたら。絶対負けない。ごめん、正直なこと言うと、本当は普通に、ちょっとお風呂入ってて、枠立てしてからお風呂入ったから、ごめん、時間の管理できない女でごめん。普通にちょっと過ぎた。でも嘘は言ってない。本当に服着るのに時間かかった。爆速で入浴した、そうなんです。なんでお風呂で配信しないの？バンされるからだよ。バンされるだろ、普通に。18禁です。お風呂上がりってこと？そういうこと。めっちゃいい匂いしないだって。ほら。どうよ、これ。あ、やばい、めっちゃいい匂いする。自分の、何？自分の残像がめっちゃいい匂いする。あれ？シャンプー変えた？変えてません。変えてません。ブルブルさん200スーパーチャットありがとう。ブッサン外、ベニワウチ、お前外、二度と入ってくんな。色気を取るのか。別に私だって色気ありますけど。別に私だって色気ぐらいありますけど。別に人それぞれの色気ってもんがあるんじゃないかしら。ケンナオコやめろ。なんかまぶしい。これ結構持ちネタ。ちなみにケンナオコさん結構持ちネタ。生卵。ご本人や、やめて。まあまあでも私は結局、やっぱちょっと可愛すぎて、まあ色気じゃなくて可愛いが勝っちゃうからな。申し訳ないけど、色気には申し訳ないけど、可愛いが勝っちゃうからな。色気ルーズです。可愛いウィナー色気ルーズです。抜かしよる。お代官さんはいない。そなたも悪よの、抜かしよる。可愛さで勝負できるんや。え、可愛さで勝負とかいうレベルじゃないよ。勝負にならない、そもそも。可愛すぎて。鼻から私がナンバーワンだから、オタク口をやめて。申し訳なす。まず土俵に上がりなよ。え、そういうこと言う？え、そういうこと言うんだ。名前緑色のくせにそういうこと言うんだね。オタクぐらいの出し方教えてほしい。別に教えても何に使うのよ。何にも使わないでしょ。もうサブスクされてる人にまで、サブスク入ってくれるぐらい熱量があるリスナーにまで言われたら終わりだよ。オタク声は別に難しくないでしょ。オタク声って言ったら反感買うから、誇張オタク声にしとくけど、誇張オタク声を出すには、普通に滑舌をわざと悪くして、侍言葉使ったら終わりよ。それで終わり。なんで入ってるんだろう。待って、自覚ないのやめて。私のことを応援したいと思って入ってくれたわけじゃないんだ。自覚ないタイプだ。なんで入ってるんだろう、やめて。声はいいけど、オタク特有の速さが足りない。いや、速さだけがオタクだと思ってるな。浅いね。免疫かな？免疫っていう選択肢もあったか。じゃあ、自覚ないのも、無理ないな。それは、なんかごめん。このタイミングでギフト送るのやめて。ちょっと待って。ありがとうなんだけど、このタイミングでギフトはちょっと気まずいな。結構気まずいな。どうするそれが、なんかあんま望まれてない人に言っちゃったらどうするそれ。さっきみたいになるよ。私なんでこの人のメンバー入ってるんだろう。みたいなコメント来るよ、また。無自覚メンバー増殖中。悲しいかな。言うて本人入ってない。おいおいなんでだよ。なんでギフト送ってるやつが入ってないんだよ。なんで？自分は別にその商品の良さ知らないけど、他人に送りつけるみたいなテロ行為やめて。入ってくれてもよくない？別に入ってくれてもいいと思いますけどね。それが一番おもろい。何もおもろない。配信者からしたら何もおもろない。入ってくれたら嬉しいよ。俺はいいかな。もうもらってるな、あんたは。あんたそれはもう入ってるからいらないでしょうね。秋雨さん320スーパーチャットありがとう。お前のこと可愛いと思ってなかったら、メンバー入ってないよ。そうだよね。やっぱオタクくんって逆張り気質だからな。そういうとこも含めて、オタクくんなのかな。私は、オタクくんのそういうとこも別に嫌いじゃないよ。オタクくん素直じゃないからな。オタクくんすぐ逆張りするから。やっぱね、私が可愛い声とか出して、キツとかってやっぱ配信しちゃう、素直じゃないオタクくんもいるけど、やっぱそういうのって、可愛いの裏返しなんだよね。恥ずかしくて言えないんだよね。小学生男児だから。言えないんだよね。小学生男子って好きな子に意地悪しちゃうしな。何言われても無敵じゃん。そうだよ。まあオタクくんって逆張りだもんねって言っとけば、キツって言われても、あ、可愛いってことって言えるし、可愛いって言われても、ありがとうで済ませればいい。
え、もう一生このスタンスで生きていこうかな。人間ってみんな逆張りなんだろうなって思いながら生きていこうかな。やゆさん3200スーパーちょっとありがとう。今月分です。お納めください。いやー別になんか今月分とかないんだけど、ありがとねー。ありがとねー。別に牛島くんじゃないんだけどな。こう見えてキャストボイスはマジで可愛いんだよな。うわーまっまっめっはい。なんか茶化そうかなって思ったけど、何も言葉が浮かんでこなかった。恥ずかしい。いいです、そういうの、そういうのいらないです。そういうの別にいらないんで、やってないんで。バイオさん500スーパーちょっとありがとう。ソラリア開発です。いつも楽しく配信しており、あ、拝見しております。照れてて可愛いですね。別に照れてないですけどね。ありがとうございます。マリカサメさん2000スーパーちょっとありがとう。わかる、本気出すとこの女すごい。別に本気出してなくてもすごいけど、別に本気出してなくてもすごいですけどね。コタさん1600スーパーちょっとありがとう。お嬢はお嬢のままでええんやで。え、笑顔のまんま、笑顔のまんま、あんま生きてるだけで丸儲け。え、知らない？明石家さんまさん生きてるだけで丸儲け知らない？知らないか。照れ隠しでちょけるの小学生すぎ。恥ずかしくなってちょけちゃうの小学生すぎるか。コウヘイさん500スーパーちょっとありがとう。ちなみに布団の中からのキャス可愛すぎるし、ボイスが最高です。照れてるのも可愛いしおもろいし、元気くれるし、俺の推しの花房リサって最高なんよ。え、何これ拷問？え、これ読まされるの拷問かなんかすか。ありがとう、嬉しい。ええって、そういうの。そういうのええって。いつも通りキッズって言っとけばいいんだよ、お前らは。ゆうさん200スーパーちょっとありがとう。だって可愛い子には可愛いって言いたくなるよ。膝じゃん。いいって。みちぽっとさん1600スーパーちょっとありがとう。初スパチャ、男みたいな女なのに。え？ガチ女出ると可愛いから花房ってずるいよな。そういうとこ好きなんよ。ま、頑張れや。誰なんだよ、お前は。ま、頑張れや。お前言われるのに弱いところ可愛いよ。それヤマピーやね。お前って言われるのに弱いのはヤマピーやね、それ。お前って言われたらすぐ突っかかっちゃうの、それ、ヘンディや。そういう流れ、って。少女漫画単行本一巻の最後のコマみたいなセリフ。可愛い女には可愛いって言いたくなるだろ。本当にうるさい。え、普通にうるさい。パレピラフさん800スーパーちょっとありがとう。花房リサって可愛いんだよな、実は。俺めっちゃ推してんねん。あ、これ内緒な。それ、まあ、リサちゃんには言わないけど、じゃ、うちらだけの秘密ね、それ。でもどうしようかな、言っちゃおっかな。でもそれ本人に言ってあげた方がさ、喜ぶんじゃないの？かかりつけ医まだ、いない。かかりつけ医とかいない。そんなとこまで行ってない、私別に。行かれてない。うん。